我现在在浦东机场。私今浦东国際空港にいます。さっきまでですね、このリニアモーターカーに乗ってました。ロンヤンルーからリニアモーターカーでここまで来ました。今日はですね、9月の26日。人天自由へ、アーシー流派、アーリンアーリンへ、自由へ、アーシー流派、2020年9月26日土曜日の朝9時15分です。せっかくプートン空港来ましたので、プートン空港の様子ちょっと撮影したいと思います。まあコロナのことがありますけど、海外には行けないですけど、国内線は全部普通に飛んでますので、まあどれぐらい人がいるかですね。第2ターミナルの方は新しい方ですね。新しいって言ってもだいぶ前ですけど、できたの。国際線もなんか日本までは週1便ぐらいがなんか飛んでるとかって聞きましたけど、まあなかなか乗る人いないですよね。私の知り合いでも隔離覚悟でビザ持ってる人は来ましたね。まあ中国着いてから2週間隔離するっていう、なんか検査したりなんかいろいろあるみたいですけど、あとこの時期にPCR 検査を受けて日本でまた隔離と検査覚悟で移動する人もいるみたいですね。私別にそこまで急いで日本帰りたいというあれはないんで、もうしばらく上海に滞在するしかないんですけど、ずっと向こうが第一ターミナル、まあこれ繋がってないですけど、向こう第一で、こっちが第二ですね。まあ割とこの空港分かりやすいですね。第一と第二があって、1階が到着、3階かな、2階かな、が出発ですね。ああ、一応これ、体温検査はあるみたいですね。あれで機械で測ってます。あと空港の中入るときはこの正面安全検査をやってますね。向こうが上海の市内ですね。なんで爆弾とか分かるんかな一旦これ止めます。無事安全検査を通過しました。ここは何、到着出口、あ、到着口ですね。ここまず到着のとこじゃあ見てみましょう。国内線の到着口ですね。ここここら辺は結構飛んでてみんな普通に乗ってますので、それなりに人はいるかなと思ったけど、あんまいないですね。大連、重慶、武漢、福州、福州、シャーメン、深圳、太原、青島、沈阳、いろいろですね。向こうは国際線ですね。国際線ってでもやってんのかなやってんのかな、あるんでしょうけど、めちゃくちゃ少ないと思いますね。というかここに普通に着くんですかね。なんか検査するところに直接連れて行かれそうな気がするんですけど、まあ一応本当今スタバとかマクドナルドとか空港入ってるんでいいですね。なんか15年前とかスタバとかなかったですからね。なんか変な店のまずいコーヒーしかなかったですけど、今あるからいいですね。でもあそこに壁みたいなのできてますね。
方がですね、混んでないですね。混んでる時本当なんか20分ぐらい待たされるんですよね。だから私ラッキンコーヒーの好きなところは、まあ、並ばなくていいところですね。アプリでやってなんかスタバもそれやってるって言うんですけど、やってる店見たことないですね。あ、やっぱこれ国際線のとこなんか囲まれてますね。これあ普通に間行ったらいけんのかな。やっぱりこれコロナのあれでですね、いけないですかね。怒られるかな。でもなんか一人人歩いてきましたね。現場の花。これどうなってますかね。あれ、こっから行けないですね。やっぱりここ出てきた人ここあれですね。勝手に出れないようにしてるんですかね。なんかでもこの中にあれですね、検疫の中人が座ってますね。あ、一応でもちょっとだけ瓶ありますね。香港とか高尾とかあれですね。そうだな。ちょっとじゃあ上の出発行ってみましょう。ずっと向こう行くとあれ第一ターミナルですね。距離でどれぐらいあるんですかね。かなりの距離あると思いますね。歩いたらまあ全然歩けますけどね。上が出発ですね。上は3階になるんですかね。ここが2階で1階がバス乗り場とか考えて言えばいいんですか。でもやっぱりこれ見るとこのここ2つが国内線で、こっちが国際線ですけど、便数めっちゃ少ないですね。普段だったらこれ全部埋まってますけど、1,2,3,4,5 便目がもう午後の2時40分ですからね。かなり少ないですね。はあ、あとなんか輸入博覧会があるんですね。11月5日開催。なかなかこれでも輸入博覧会も人出展する外国企業はないですよね。これ出店できないですもんね。結構辛いですよね。まあ、こっちは国内線の方はまあまあ人 いるんですよね。両替所。
私ああいう両替所でまともに両替したことないですね銀行か、まあちょっと別の方法で両替してますね。銀行行くとよく両替屋のおっちゃんとかおばちゃんが座ってるんですよね。あ、ここに一応瓶全部出てんのかな。あ、でもここ国内か。あ、でも国内も瓶数自体はそんな多くないのかな。みんな国内線の人ですね、ほとんどが。お、この無印の店はここにあるんですね。今これ自動でできるのがいいですよね。深圳の空港とか荷物の預け入れも自動でしたからね。自分でなんか機械に荷物を放り込んで完全自動ですね。上海はこれまだ荷物預けるときは人のとこ行かないといけないですよね。チケットの発券は機械でできますけど、私も国内線乗るときはもう早めにですねチケット取るかウェブでやっときますね。出ないとなんか変なおっさんとおっさんの間に挟まれると2時間地獄ですからね窓側から通路側通っとかないと。こっちは第二ターミナルの方の飛行機がちょっと見えんのかな。ここまで歩いてきたの初めてですね。春秋航空ですね。あとは南方航空、なんか私の知り合いの人は日本帰るときあれですね、なんか会社の規定で日本の航空会社乗っても中国の航空会社乗ってもいいっていうことなんですけど、だいたいそういうなんか会社員の人ってみんな日本の航空会社乗るの好きなんですけど、その人はあえて東方航空乗るって言ってましたね。いや、なんでですかって聞いたら、あの JAL とか ANA のスチュワーデスというか、まあ客室乗務員の女の人よりも東方航空の人の方が若くて綺麗だって言ってましたね。半分冗談か本気か知らないですけど、確かにそうかもしれないですね。日本の航空会社結構ベテランの人が多いので、これ安全検査ですね。マスクはしっかりしてますよ。これ多分マスクしないと乗せてくれないでしょうね。まあ、日本みたいに揉めることはないでしょうね。容赦なく降ろされるし引きずられてでも降ろされるでしょうね。あれでも中国なんかあの客室乗務員の人結構普通のなんていうんですか、家帰るときもあの制服のまま帰ってる人いますね。なんか私のマンションでも何人か航空会社のそういう人がいて、エレベーター一緒になると
制服着たまま行くんですね、朝とかは。日本だと多分制服で外行ったら多分ダメですよね。その辺結構自由だなと思いますね。あっちが国際線ですね。あれ国際線のとこも結構人いますね。みんなどこ行く、向こうじゃないっすよね。でもこれいましたね。まあ、チェックインカウンターとかガラガラですね。前昔だったらもう本当人がいっぱいいましたけどね。あ、こっちも国内線の出発なんですね。私国内線の時大体本庁から乗るので、あんまりプートンから乗った記憶がそんなないんですよね。じゃあちょっと第一ターミナルの方行ってみましょうか。多分15分ぐらい歩くと思いますね。まあ、とにかく巨大ですよ、この空港も。最初初めて来た時ちょっとこの大きさにびっくりしましたね。しかも当時まだそんな中国人の人みんな飛行機乗るあれじゃなかったんで、こんなでかい空港作って大丈夫かなと思ったんですけど、大丈夫ですね。大丈夫というか、このでかさでも足りないぐらいですね。ピークの時とか本当人いっぱいですからね。もう一回下に降りてですね、で途中の通路を通って行かないといけないですね。あ、さっきのでもリニアモーターカー本当往復買っときゃよかったですね。ちょっと知らなくて、ちゃんと調べとけばよかったです。本当巨大ですよねこれ。では第一ターミナルの方行ってみましょう。なんかこの第一ターミナル行く途中のところは結構ご飯食べるとこありますね。そこで食べるとそんな高くないんで、この両端の第1と第2のターミナルのとこで食べるより、この間のとこ行く方が多分安くなんか食べれますね。
ウジョージョングーっていう道の名前ついてるんですね、これ。この動く道を通りましょう。距離が長いんで。この間は駐車場ですね。あとさっき乗ったリニアモーターカーと地下鉄の駅があります。書いてますね、マグレブメトロバスとか。ああでもまあもうちょっと行ったとこかな。あれ食べるとこその下にあんのかな。メシちゃんって書いてますよ。ここ食べるとこですね。さっき私が言ってた安い食べるとこ。一応体温検査ありました。軽く多分ここで食べたら空港の向こうより全然安いと思うんですよ。ただなんか私の食べるあれはなさそうな感じですね。麺とかだったら私食べるかな。前でもなんか、まあ、韓国料理とかもあるんですね。あれでもここ以外にもねもう一個食べるとこありましたね。私が言ってたとこはここじゃないっす。コーヒーも売ってますね。用事ないのに空港来るって初めてですね。もう一回戻って第一ターミナルの方行ってみましょう。そうですね、あの前にそうそう中国語そんなにできない方中国に旅行に来た時タクシーどうするかっていう問題なんですけど、まあできたらホテルのフロントの人にあのどこ行きたいって紙に書いてですね、あのタクシー呼んでもらうしかないですね。これ2号線の地下鉄のとこですね。2号線からみんな空港に入ってきてますね。
そう、だから漢字で書いて、なんとかルー、なんとか道の何番、何ハオとか、それで、あれですね、こう、呼んでもらうしかないっすね。あ、向こうがリニアモーターカーですね。そうですよね、これなかなか発音しても、私も最初はそうでした。毎回タクシー乗るとき紙に書いて見せてましたね、漢字で書いて。まあ、まだ漢字、私は日本人書けるのがいいですよね。西洋人の人だったらもっと大変ですよね。字見ても分かんないですからね。ピーンっていうかアルファベットで書いても運転手さん絶対理解できないですからね。例えば何でしょう、人民広場とか人民ゴアンジャン、英語でピープルズスクエアって地下鉄で言ってますけど、それ言っても絶対通じないですからね。まあ、たまになんかでも日本語できる運転手さんとかいるんですよね、タクシー乗った時。いや、前、ずっと前ですね、お客さん日本人ですかっていう風に話しかけられてびっくりして、多少ねこんにちはとかぐらい言えるタクシーの運転手はいるんですけど、お客さん日本人ですかって言われて、えってびっくりして喋ったら、なんか日本で留学かしてたみたいですね。で上海戻ってきてタクシーの運転手してるって言ってましたね。まあでも珍しいですね、そんな人は。もうすぐそこやですね、第一ターミナル。あ、これまた安全検査、体温検査と安全検査もいっぱいあるんですね。爆弾のチェックみたいな、こんなんで分かるんすかね。これここで安全検査で、また飛行機乗るときもう一回ありますからね。これは空港に入場するための安全検査です。この辺からあれバス乗るんですね、市内行ったりする。タクシーも確か あの辺からあのタクシー乗りますね。まあ、上海で今タクシー乗るのはまあ安全ですね。あのぼったくられたりってことはないですね。なんかイベントの時とかコンサートとかあった時、コンサート会場の近くでいきなり100元とかって言ってくる人いますけど、50元ぐらいで行けるとこメーター使わずに、まあ、普通はちゃんとメーター使いますし、そんなことないですね。今もう GPS、DD のアプリとか GPS で距離測られてるんで、インチキしたらすぐ分かりますからね。安全検査置かないといけない。ちょっと止めます。では第一ターミナルに入っていきます。これは昔からあんまり変わってないですね。一番古いターミナル、一番古いというか第二より古いですね。これも下が到着ですね。まず到着からじゃあ見ていきましょう。あそこ出てくる人待ってますね。
こっちは国内線ですね。国内線の到着、第一ターミナル国内線到着ですね。国内線結構やっぱり便数は飛んでますね。これいっぱい出てますね。こんな感じですね。多分向こう国際線、あ、また国際線、なんか壁で囲まれてますね。同じですね、向こうと。これちなみにあのファミリーマートとかあるので、水とか到着して買うときここで買えばいいですね。あと上海市内タクシーとかで行くのに、まあ1時間混んでたら1時間半ぐらいかかるんで、トイレもここで必ず行っといた方がいいですね。やっぱりそうですね、これ囲まれてますね。国際線のターミナル出口ですね。じゃあ出発のとこ行ってみましょう。この上ですね、出発はこの1個上、さらに上ですね。第一門中入るとスタバとか一応1個あるんですね。私よく早めに来たらこのサブウェイで食べたりしますけどね。中入ったらあんまり食べるものいいものないんですよね。向こうは国内線ですね。こっちが国際か。国際線のカウンターがらんとしますね、やっぱり。人いないですよ。東方航空と上海航空のカウンターです。誰も人いないっすね、やっぱり国際線でしょうね。カウンター全部閉まってますね。これエアフランスとか JAL とかですね。こっちはあと東方航空、上海航空、東方と上海航空で、まあ今同じ会社ですね。なかなか航空会社厳しいでしょうね、当然。自動のあれもガーンと電源も切られてますね、これ。あ、一応こんだけあるんですか。4便ですね。見えますかね、これ。
ロンビン出てますね。バンコク、台北、マカオ、ソウル。ロンビンだけあります。いやー、これ私も今から日本帰れるんだったら嬉しいんですけど、そうじゃないんですよね。なんか工事してるのかな。今から帰れるわけじゃないんで、ただ空港を見に来ただけなんですよね。このガランとします。こっちの方がなんか向こうより第二より人少ないですね。さらに行こうかな。ちょっと向こうの第二か途中のところ行きましょうか。そこ Wi-Fi 使えんのかな。でも空港だったらでも大体 Wi-Fi 使えますよね。ちょっとやってみます。サブウェイで朝ごはん食べます。ちょっとどっかで食べたいと思います。あれちょっとコーヒー買います。サブウェイのコーヒーまずいんで、向こうのスタバかマクドまで行くしかないですね。もう一回戻ります。あ、そうか、この下にマクドナルドありましたね。確かこの第一ターミナルのですね。あれなくな、あ、あるか。多分ありますね。ずっと端っこにマクドナルドは確かあったんですね。なんかサブウェイのコーヒー本当すごいまずいんで飲みたくないですね。まあマクドナルドも美味しいとは言えないですけど、まあサブウェイと比べたらいいですね。横ツアーもあるんですね。ああいう旗持ったりガイドもいますね。あれでもなんかマクドナルド、あ、やってるかな。なんか開いてる感じがしないけど、どうでしょう。閉まってそうですね、これ。開いてんかな。あれ？なんか
シャッター降りてますよね、あれ多分。さすがにこの時期やってないか。ああ閉まってますね、なんかシャッターが閉まってます。残念ですね、これは。ということで上行くしかないですね。上行って第二ターミナル行くか。すごい無駄に歩いてしまいました。このコーヒーも多分美味しくないでしょうか、ね、ここで飲みたくないっすね。行けんのかな。こっから行けますね。ダラダラしてるともう昼になってしまいますね。朝ごはん買ったんですけど。あ、そうですね、ウジョンジョンルーまで行きましょう。さっきの真ん中を突き抜けてる道ですね、まあ、一応こっちにも向こう行ける道はあるんですけど、あそこに確かね、なんかマクドナルドあったんですよね、スタバとか。ここでコーヒー買います。多分あの下かな。これなんかホテルがあるんですね、真ん中に。結構な距離歩きますね、これ中歩くだけでも。まあでも本当中国ならみんな旅行とか出張とか普通に行ってますからね、仕事とか。来週のこの国慶節で大移動があるでしょうね。もうホテルとかすでに値段上がって予約も取れないみたいですね。なのでまあ私はもう上海でダラダラ過ごします。そういえばこの間あれですね、上海のある大学にちょっと知り合いに頼まれて一緒に行ったんですけど、行ったって勝手に行ったわけじゃなくて大学の先生に呼ばれてですね、あるちょっと話があるっていうんで行って、私もそこの学生の人たちと話させてもらったんですけど、大学めちゃくちゃでかいし綺麗ですね。上海の郊外にあるキャンパスなんですけど、で最後食堂でご飯をごちそうになって、食堂もすごい立派な食堂でした。あんなとこで勉強できたらいいですよね。
ここスタバもありますね。このスタバなんか全然人いないっすね。スタバだったらでも第2ターミナルのところで行った方がいいかな。これはでもあれか、第2ターミナルのスタバのとこでちょっと Wi-Fi つなげてライブ配信できるかちょっとやってみますね。こっちの方がいいっすね。ここで別にライブ配信しても普通のスタバと見た目変わんないですからね。ちょっとターミナルの様子を映しながらやってみたいですね。これさっき通った地下鉄の駅のとこですね。第一ターミナルで私わざわざサブウェイのこれを買いに行ったっていう、すごい、ね、距離歩いて、まあすごい距離っていうのは歩けないことないですけど、ちょっと高齢者の人は難しいでしょうね。これなんか乗るバスっていうかなんかあんのかな、ちょっと分かんないですけどね。これここ乗りましょう、ちょっとでも楽で。もう一回安全検査ですね、これ。まあそんな厳しい検査じゃないんで楽ですね、これだと。ああ。じゃあもう一回、ああここじゃないわ、間違ってました。え？このスタバですね。このスタバかマクド、座るとこあんのかな。マクドの方は座るとこはないっすね。スタバの方は一応座るとこは、あのカウンターいいっすね。もう一回 Wi-Fi つながるかちょっと確認します。そうですね、こっからライブ配信あるんで一旦ここで終わりたいと思います。一旦というか今日ここで終わりたいと思います。失礼します。じゃあ、在ちゃん。